こんにちは、柴田です。今回はピックアップは同じなんだけどギターの材や形が違う鳴らし比べの第2弾です。おはようございます。第1弾はダンカンのアルニコ2、同じピックアップでギブソンのカスタムショップのレスポールと BC リッチの USA、 この鳴らし比べをしたんですけれども、第2弾はですね、ヒデモデルのコリーナ材でできたクジラ、そしてもう一本は滝川一郎さんのモデルをカスタムしたメイプルトップ、ホンジュラスマホガニーバッグのレスポールタイプになります。コリーナとホンマホの鳴らし比べ、これはね非常に興味深いですよね。ピックアップはトム・ホームズの J453、 今では生産が終了して非常に値が上がってきているピックアップです。それではピックアップは同じでボディの材や形状が違うギターがどれぐらい音が違うか鳴らし比べてみたいと思います。